it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CJS の番組様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは茂木誠先生にお越しいただきましてお話聞いていきたいと思います。茂木先生、よろしくお願いします。あ、茂木誠です。こんにちは。お願いします。茂木先生にはですね、はい、超日本史っていうシリーズでもいろいろ歴史の話をいただいてるんですけども、はいはい、まあ、今回はですね、今話題のって言ったらあれけど、韓国ニュースがですね、みんな大好きです、ね、はい、はい、みんな大好き韓国ニュースがですね、あの世の中を席巻してるんですが、はい、まあ、ちょうどそれをこう理解するのにですね、はい、非常にいい本を最近茂木先生出されてますので、ちょっと今日はその本の紹介をしていただこうかなと思ってお越しいただきました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、でそちらの本がですね、タイトルがなかなか衝撃ですね。2025年韓国がなくなっている日本人が知るべき東アジアの地政学という本なんですけども、はい、これはどういった内容を書かれた本なんですか？これはですね、はい、今のその韓国との騒ぎが始まる前に、はい、うん、出版社さんから、はい、お話をいただきまして、でちょっと朝鮮問題、まあ、売れるんで書いてもらえませんかみたいな話で、はい、ではっきり言って僕もうなんかお腹いっぱいで、うん、いやもう朝鮮はね、はい、もうちょっと広く、うん、中国、ロシア、アメリカ、台湾も含めた東アジアだったら書きますよってことで、うんうんうん、で書いていたんですよ、はい、それでただその、まあ、全体のコンセプトといいますのは、はい、やっぱりアメリカさんがですね、うん、これからどんどんこう引いていくだろうと、はい、アジアから、うんうん、でトランプも何度も言ってますよね、はい、もう世界の結束やめますと、はい、うん、だから日米同盟すら見直すぞぐらい言ってますからね。もう日本さん、韓国さん、あとNATO の国々 も、はい、もう自分の身は自分で守ってくださいみたいなことを言ってますので、はい、うん、まあ、多分今世紀半ばぐらいには米軍は引いていくんだろうなと、はい、うん、そうなった時に一体何が起こるかってことを、うん、まあ、シミュレーションしてみたんですよ、はい、うんうん、そうすると、まあ、中国さんがですね、代わりにその隙間を埋めるようにこうガーッと出てくるだろうと、はい、うんうん、でなった場合に、じゃあ朝鮮半島は一体どうなるだろうかということを考えて、はい、うん、で書きました、はいはい、うん、ので、まあ、結構厚めにねページ割かれてますけど、はい、でもとはいえ別に韓国に、だけじゃなくて、うん、まあ、東アジア全体のことも全体の中でということですね、書かれてるということなんですね、はいはい、まあ、結構その嫌韓本とかも僕ももう何冊か読みましたけども、うん、あれですけど、なんかそうなんでしょって思われがちだと思うんですけど、うん、違いはこうどういったところですかね。それは後書きに書いたんですけども、うん、嫌韓本じゃないです。で嫌韓本っていうのは要するに、まあ、韓国、まあ、朝鮮半島をバッシングして、うん、なんか留飲下げるというような、はい、そういう本ですね、うん、これ違うんです、はい、これ読むとですね、朝鮮半島に対する怒りの感情が全部消えます、うん、全部消えます、はい、っていうのは方たちの行動様式を全て説明しました、うん、はい、はい、うん、で朝鮮の歴史については宇山先生のシリーズ、はい、僕ずっと拝見してまして、はい、とても面白いですね、はい、ありがとうございます、うん、で どうしてああいうふうな行動パターンを取るんだろうっていうことを、もちろん宇山先生のあれでも分かるんですけども、はい、もうちょっと踏み込んでですね、うん、思想的な部分、はい、でこれがですね、朱子学という思想なんですね、うんうん、で朱子学が分かると実は、朝鮮半島の過去の歴史も、はい、今も、うん、未来も全部分かるんです、うん、しかも非常に興味深くですね、はい、観察できるので、うん、多分これ読むとですね、皆さんコリアファンになると思うんでね、はい、まあ、あとね、僕も韓国人の友人いますけども、うん、いい人もたくさんいるんですよね。で日本のこともすごい思ってくれてたりもするし、うんうん、今の韓国
を何とかしなきゃと思ってるけど、うん、やっぱり今の大統領がですね、うん、ものすごい問題があるということですから、あのだから韓国だって、まあ、当然そうですよね。日本の中だって安倍さん支持の人もいれば、うん、安倍さん大嫌いの人もいると、うん、韓国もそうなんですよね、うん、だからなんかすぐ日本人って単純に韓国はとか、うん、で大統領はこうだから韓国はって見るけど、うん、そういうなんか短絡的な見方じゃなくて、うん、そもそも韓国人の民族的なこう考え方とか価値観って何なのかなっていうところと、うん、あと現状のそのムン・ジェインさんの政治的な背景、うんうん、でそれを取り巻く北朝鮮やロシアや中国の思惑みたいなところをある程度5つぐらいの要素をまあね、あのまあ5つじゃ足りないかもしれないですけど、うん、まあ、最低5つ6つぐらいの要素をですね理解しながら見ないと、ただただ嫌いだとか、うん、あいつらおかしいんだとか、うん、そんなことを言っててもですね、うん、何も我々にとってはあの学びがないというか、いや、さすが神さん、メリットがない、うん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 、そうですね。そういう、はい、そういう、まあ、その彼らの原理原則をちゃんと理解すると、はい、そこから導かれる結論は、うん、南北朝鮮は一個になるんです、うん、必ず、はい、近い将来、はい、そしてこれが大事なんですけども、南統一朝鮮は中国とはくっつかないんです、はいはい、うん、だからあの日本人はですね、統一朝鮮を恐れる必要は全くありません、うん、それからもっと踏み込んで言うと、あの北朝鮮の核武装は日本の脅威じゃありません、うん、あれは中国の脅威です、うん、中国にとっての脅威なんです。だから統一朝鮮をですね、我々はあのむしろ味方に引き込むということも考えうるんですね、うん、そう、いや茂木先生からそういう発言がバシッと出るとはですね思ってなかった。実は CGS では、うん、田中武之先生って先生がいらっしゃって、はい、田中先生は北朝鮮通というか、まあ、朝鮮通ですね、うんうん、まあ、ハングルももうバリバリなので、うんうん、いろいろ内情取られてて、うんうん、もう2年ぐらい前に同じことをおっしゃってたんですよ、うん、ですですうん、ただやっぱりまだ時代が早すぎて、うん、まあ、それをちょろっと言っただけでも、うん、もうすごいバッシングを、まあ、田中先生もうちの番組もですね受けてきたんですけれども、うんうん、まあ、全部言えないですからね、うん、これいろんな人が見てますので、うんうんうん、けれどもやっぱ総合的判断すると、うんうん、僕もうそこに落ち着くんだろうなと、そうですね、いうふうに思っていたので、もうそれ以来僕その韓国のこと書くのやめたんですよ、うん、一切 Facebook とかでも、だから、日朝関係でネックになってるのは拉致問題だけです、はい、うんうん、で日朝間は領土問題もないですし、うんうんうん、そう、はい、で拉致問題にしてもですよね、うんうん、あの北朝鮮の問題なんですか我が国の問題なんですかっていうこともよく考えた方がいいということですね、そうですね、うんうん、だからあの日本側に責任取るべき人もいますよねってことですね、はい、当然、はい、うんうんうん、だから北朝鮮が全て悪くて、うん、で日本側は、被害者なんですという視点もちょっと改めて見直した方がいいんじゃないかなと僕は思っているんですけども、まああのそうなんですね、まあでも実際行けませんからね、なかなか北朝鮮、うん、あの行った人に聞くとですね、うん、報道と全然違うって言うんですよ。ああそうですか、うん、でもまた詳しい人に聞くと、いやいやそれはね、うん、日本人だけいいとこ見せてるだけだから、うんうん、全部見せてないんだと、まあね、平壌しか入れませんからね、はいはい、うんうん、でも地方も行ったそうです。お、はい、うん、よく入れましたね、ね、で誘われたんですけど、うん、僕は行くとですね、うん、選挙に出れませんよと、うん、二度と、はい、という、こともあったので、あ、そうですか、はい、だからまあその辺はですね、まあ、このところで言っていいのかどうか分かりませんけど、うん、なかなかあと我が国もですね、うん、何もかも自由な国ではないので、うんうん、まだじゃあ選挙に出るっていう野心が、いや野心というかですねいや結局、うん、僕日本よくしたいっていうことでこの発信もやってるし、先生方とこの情報を、まあ僕はそんな頭がいいわけじゃないので、まあ先生方がこう発信される情報をうまく皆さんに拡散するって役割をやってるんですけど、それによって皆さんのやっぱり意識が変わってきて、みんなが何とかしなきゃと思った時にやりますよ、うんうん、ただみんなが何とかしなきゃと思ってない時に僕は何とかしますって言ってたって空回りするだけなので、それがもうやってきたので、うん、虚しくなってしまってですね、だから別に選挙に出ないって言ってるんじゃなくて、な何か日本を変えるそのタイミングがあるんであればあれですけど、うん、結局僕は今選挙に通ったところで、うん、結局皆さんの基本的な考え方とか、うん、まあ、今回先生がここに書かれてるような歴史的な背景、地政学といったまあね、教養がなければですね、話がつながらない、うんうんうん、だからまあ、ちょっとぼやかしてここ今日もね、まあ、本読んでもらいたいんで内容にはあまり踏み込まず話してますけど、あの
分かってる人同士だとぼやかした話でも、うん、そうだよねっていうのが分かるんですね。そうですね。でも知らない人はまず一個一個説明しないといけないじゃないですか、うん、で説明するとみんなまずショックを受けるんですよ、うん、知らないから、うん、でそれでショックを受けて真摯に学んでくれる人はいいんですけど、うん、次怒り出すんですよ、うんうん、自分の考えと違うと。ああ、よくありますね、うん、で怒り出してこっちにバッシングが始まるみたいな、うん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 、でじゃ あの素直に受け止めた人はどうなるかっていうと、うん、現実を知れば知るほど失望していくんですね、うん、で自分一人頑張ったところで何も変わらないじゃないかってい う, こう現実逃避の方に行ったり、うん、スピリチュアルに逃げたりとか、うんうんうん、そういう風になっていってしまうのも見てきて、うん、いやそうじゃないなと、うん、だからまずみんなに現実をいろいろ直視してもらって、はい、失望してもらい、 そうですね、その上でこうでもやろうという人たちが集まってきた時に、うん、じゃあみんなやってくださいっていうのは無責任なんで、うん、発信してきた立場として、うん、じゃあ僕もやりますから、うん、みんなも一緒に政治やってくれますかという、ね、そういうプロセスを考えてますね。よくわかりました。はい、はいはい、だからまあちょうどこれ撮ってる最中が参議院選挙なんですけど、うん、早く出ろ出ろと、うんね、お前こんな偉そうなこと言ってんだから早く選挙出ろって言われるんですけど、まあそこは、うん、いや選挙に出ることが全てじゃないですよということで言ってるんですけど、木が熟すのを待つと、うん、熟すっていうか待ってても熟さないんで、うん、熟させると。のでそう先生方がこうやって新しい、ね、説をきちっとこう説明してくださってるじゃないですか、うん、今までなかったこと、うんうん、だからそういう方が点在してらっしゃるんで、僕はできればそういう方にこの CJS にたくさん来ていただいて、うん、こうやって紹介させていただいて、はい、みんなが一人の先生の話だけだと信者になっちゃうんですね。そうですね。だから茂木先生もそうだと思うんですけど、僕もそうで、茂木信者とか神谷信者はいらないわけじゃないですか。うん、なんか皆さん その物事を考える一つの材料として我々の発信とか情報を役立ててほしいって思いですもんね。そう、うん、まあ、一個 の, ツールとしてお使いいただければ、はいはい、だって茂木先生本業予備校の先生ですからね。いや YouTube です。あれ変わったんですか本業。世界史家 YouTuber なんです。世界史家 YouTuber、はいはい、あれじゃあ予備校はその次ですか。次ですね、はい、でその次に、はい、作家ですか。そうですね、はいはい、ああなるほど。職業の順位が働き方改革が茂木誠の中の働き方改革が起きたわけですね。いやいやそれはちょっと今日初めて聞きましたけれども、はいはい、まああと結構政治が好きな人じゃなくて、僕こういう地政学の知識って、うん、サラリーマンこ そ, あそう、ね、とか経営者の方に読んでもらいたいと思うんですけど、す、ね、なんでサラリーマンと経営者が読まないといけないかっていうところをちょっと最後お話していただけますか。うん、結局地政学って何かっていうとリアルな現実の見方なんですよ、うんうん、だからこうあるべきだじゃなくてこうである、こうである現実から出発して、うん、じゃあどういうふうにそれを現実を変えていこうかっていう話なんで、うん、っていうのは地形っていうのは動かせないですよね、はい、で日本が島で朝鮮が半島っていうのはこれは変更しちゃわないんで、うん、だからその中で頑張るしかないじゃないですか、はい、それが基盤なんて非常にこれはですね リアルなんですよ、うん、そう、うんうん、でまさに会社経営なんていうのはそのリアルから始まんなかったらどうしようもないじゃないですか、はいはい、そうですね。なんか今までなんか中国の問題とか、うん、韓国の問題とか、なんかそれは政治マターだというふうに切って捨てられたことが多いと思うんですよ、うん、なんかそういうのかかるとネトウヨだとかって言って、うん、ちょっとバカにされてきた感があるんですけど、うん、今もうそれが貿易問題になり、うん、経済問題になり、うん、ね、皆さんのそのビジネスに直結してくるところにもうなってるでしょ、うん、だからね、10年前とも全然違うじゃないですか、うん、10年前に同じことを言っててもね、うん、皆さん本当にすごい、これなんか何言ってんのみたいな、うん、そんなことよりなんかもっとね、実利的なことをやれよって言われてきたんですけど、うん、でもまあ自分でのもあれですけど、僕はやっぱり先見の目があったなと思ってるのは、結局もう最終的にそのリアルの根本のところを変えていかないと、ね、現実変わらないから、そうそうそう、うん、そういったことが学べる一冊です。はい、はい、僕も概略しか聞いてないので、はい、これから基地で読ませていただきます、はい、電車の中でサクッと読みますんで、はいはい、そうですね、もう本当に出版ラッシュですね、はいはい、今レギュラーシリーズでですね、はい、世界の平和と戦争と、戦争と平和の世界史、はいはい、やってますけれども、はい、まあ、それと合わせてお読みいただけると、はい、より過去と今みたいな、そうですね、未来未来ということで、はい、考えていただければと思います、はいはい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。